I don't want to pass. それでまず前提図だけども、お城実践面でこういうふうに関数をつけて前出して、こちらの点はここ、はい、それと、調査入得器の内側だから、こう狭くなってるから、これはこう指をこう縦目にして、それでこちらでもってこう位置を決める。そうすると、一点目はこう、余裕を持ってできる。2点目、3点目は中心にこう、それで4点目は下にこう、一皮緩めて、このこっちのエンジンの方に向けて押す。それで体をこう、こういうふうにこうやれば、ちょっとこう前を持っていくと、手首がこう、曲がって押しやすくなるね。So if he brings his body forward, it's easier to press. それで、この前傾部のこの1点目は、まず空気を押して、皮膚を押して、それからまあ表面の筋肉、それでこう中側というふうな感じでもって、初めはその空気を押してっていうぐらいの慎重な感じでやっていくと。So it's a light touch through the skin and the skin.それでそのこの頸動脈とか迷走神経とかあるんで、ここのとこは、ね、10分とか15分とかこう長い方ね。波越先生、really, really like to concentrate on the area, a good 10 to 15 minutes at a time. He thought it was that important.それから次は側頸部だけど、側頸部の場合はここの位置でやるとこうなっちゃうから、ここの前、肩甲下部のここの辺まで来て、ちょうどこの手がこう真下に来る位置で。So now the lateral circle, so he's repositioned himself. それで大事なのはね、今度小指をこうつけるんだけど、今度はここをここにつける。これを。That's key. そうしたら、これが、これを離すと、これをこうだんだんやってるし、こっちでこう、締めちゃう。あ、これはもう、なくなるね。それで、こちらの足にこう肘をこうつけて、それで、この指はこういうふうに当てるよりも、指の腹でもって、そこに小指をこうつけておいて、それで、さっき言ったようにこう、こうとか、こうとかね。それで、まあ、こういうふうに両方一緒にこう、3、4ってやってみても、こっちをこう、押さえてて、1、2、3、今度、1、2、3、両方一緒に、1、2、3、1。ね、それで、ここのところは、まあ、僕も井上さんがやったように、5点押すと非常にこう、いいわけ。So, although we learned 4 points, he's suggesting go for this 5. それで、ここのところで、両手押し圧をマスターすれば、他どこやってもこうできると。ね、こう、トン、トン、トン、ね、トン、トン、トン、ね。1、2、3。それで、その、それで、この頸部は重ね腰やって、それからこの上向線ってもなかなかいいんですよね。で、これは、こうやって、こういうふうにしてやるとよくね。
それとなかなかね、あの僕が、ね、潜れない人がいたわけだ。で、その時はね、あの五十肩の時にこの治療もいいし、それからここを持ってね、何回かこう。So there are people whose necks are very, very stiff, possibly a frozen shoulder. This is a good technique. それでね、こうやってね、それでこうまた押すとね、ずっとほぐれやすくなる。And you should find that it's easier to do. だからここのとこれをここに当てるということね。ちょっとここのところと、まあ、ベッドだとね、ちょっとこうやりづらいけどもね、これはベッドでもここのところ当てるのはいいと思うね。まあ、それがこう首のまあコツで、次はその肩甲上部、まあ、あとはおまけだね。で、ここ肩甲上部でしょ。で、この時に、この手がこうなるとね、こう、まあ、こちらの手で押すときは、もうちょっとこう、今度胸の方を当てといて、やはりこちらの手を下にして押せる。それからさっき言ったように、ここのときも、肩甲幹部も、親指は横だから、肘は張って、手を返して体を前に倒すと押しやすいんですね。そういうわけで、まあ、首の治療ね、前傾部。